こんなの作ってる人たちが面白がってるだけじゃない。もう初日に行ってね、うん、あっって思ったらなんだこれってなっちゃってもう。シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日は、うん、大怪獣の後始末について語ってまいりたいと思います。すで、はい、にネット上ではかなり議論呼び、うん、議論じゃないんじゃない、炎上、まあ、炎上は炎上なんでしょうね、うんうん、かなり厳しいご意見を書かれてる方もたくさんいらっしゃいますが、うん、いかがでしたでしょうか。僕は大変面白く見ました。右に同じですね、うん、結構面白かったやっぱりさ、なんていうかな、映画とか、まあ、もちろん歌舞伎とかも当たり前なんだけど、やっぱ我々ってその暗黙の了解のもとにその創作物を読んだり見たりしてるわけじゃないですか、うんうん、ただやっぱり時代が下ってくるとさ、その創作物に対する暗黙の了解のアンチテーゼみたいな映画を作りたがる人はね、やっぱりすごくいると思うんですよね、うん、まあ、これもだからそういう空想科学テレビとか、あと空想科学読本っていう本がね、うん、あるの、一時すごい流行ったじゃないですか。全然要は星ヒューマの消える薪は本当に投げられるのかとか、あのゴジラはそのまま出てきた瞬間に圧死しちゃうとか、圧死、はい、自重で、自重で重さ、うん、っていうのを空想した、うん、まあ要はウルトラマンとかゴジラの世界を、うん、科学的に分析すると、うん、これはどういうことかっていう、まあ、例えば、うん、ウルトラマンが飛ぶと、うん、マッハいくつだから、うん、もう焼けただれないようにものすごい、まあ、皮膚じゃないとダメだとか、ね、それってに人間の常識というか、そう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 、ちょっと違うよね。そうそうそう、だから人間世界に置き換えて、うん、それを解説するっていう本が、ね、最初宝島社さんで出て、まあ、後にメディアファクトリーになったみたいですけど、僕は株にして全くそれ知らない。そうですか、うん、それすごい流行って、まあ、これ多分でもその演劇的な考え方だと思うんだよね。なるほど。それなんだっけ、 デウス・エクス・マキナだっけ、はいはいはい、あれはキーワードが出てきますよね。あれは、うん、あれなんかギリシャ神話ですかね、神話の、うん、あっていうかその演劇、はい、用語なんだって。なるほど。あれはだから最後にその送り手が収束するために出してくる飛び道具みたいなことを言うらしいのよ。なるほど。だからもう言ってんだよね、あれ、はい、映画の前半に、はいはいはい、すごい輝く光が来て怪獣を倒すって言うじゃない、はい、だからそれはもうネタバレしちゃっていいのかしら。じゃあネタバレありでネタバレありで、うん、結構なネタバレをネタバレ結構しないで言ってしまいましたね。何何、いやいやいいです。え、どんなこと言ってんの。えデウス、いやそれも前半出てくるから、はいはい、全然別にネタバレじゃないの、はい、だけどその、ね、でなんとかなんだっけ、デウス・エクス・マキナっていうのは、はいはい、そのギリシャ神話を、古代ギリシャの演劇において、うん、劇の内容が錯綜してもつれた糸のように解決困難の局面に陥った時、うんうん、絶対的な力を持つ存在が現れ混乱した状況に一石を投じて解決に導く。そうそう、はい、だからもうね自分で言ってんだよねこれ、うんうん、だって知ってる人がね見たら、うん、あれそういうことかってそうなっちゃいますよね。もうだからもうあの瞬間になんだよもう言ってんじゃんって思ってるわけよ、うんうん、でこれはなぜかっていうと、その最初に言った暗黙の了解のうちに約束事を持って、いつもようにその前半の、まあ、15分なり30分なりで送り手が発信してくるものを受け手がね、うん、その受け取って契約してこういう風な約束で見てねって送り手が言ってくるわけだよね、うん、それはもう結構この映画は最後にデウス・エクス・マキナなんだよって言ってるんだよね、うんうんうん、だからもうあの瞬間にこのラストはデウス・エクス・マキナで終わるんだなっていうのは見てればわかるわけよ、はい、でもそれはもともとこれがそういう演劇的なアンチテーゼをね、うん、モチーフにしてるから で一番問題なのはこういうアンチテーゼの映画を大シネコンでこれ何スクリーンだっけ、で公開規模は367スクリーンのね映画にこのモチーフを持ってくるっていうのはもともといかがなもんなのかっていうのが僕は問題点として、いやビジネスの問題点としてね、はいはい、あったんじゃないかと思うわけ。じゃあそれも炎上の原因っていうことですか。ていうかこれが炎上の原因だと思う。じゃあ炎上の原因は、うん、この作品が持ってる、うん、
特徴なり、うん、作り上がりとか、うん、制作意図に批判して、うん、規模が大きすぎたっていうか、こういうところに持ってくる題材じゃないと思うんだよね、うん、っていうのはそのものすごく万人向きな題材っていうのがこういう360スクリーンぐらいにね、はい、やる全国シネコンを中心にした、はい、まあいつも言ってるデジタル時代のプログラムピクチャーなわけじゃん。でもデジタル時代のプログラムピクチャーにさ、そういうこのアンチテーゼみたいなものを持ってくると、それ危険性は高いと思うわけよ、はい、要するにみんながみんなその約束事を理解してくれるかどうかわからないと思うわけ、はいはい、でもこの映画はそのタブー的なやっちゃいけないに近いことを無警戒にやっちゃったんだと思うわけ、うん、それはまずさ、三木聡でいいんだっけ、三木聡を、はい、だから360スクリーンのところに持ってくるのがいいのかどうかだよね。あの時効警察とかでね、うん、評判だった監督さんじゃないですか、はいはい、であとバラエティとかにも関わられてて、はいはい、ゴッツとかもやられてるんで、うん、まあそういう人なんだなっていうのを、うん、だ時効警察もさ11時15分からのドラマで、深夜ドラマですか、ね、決してそのプライム、はい、ゴールデンタイムにやってるドラマじゃないわけよ、はい、そこにもうこの作品が炎上した謎の一つは、うん、あれをだからゴールデンタイムにやると、うん、また小田切長のわけのわかんないテレビドラマやってるぜみたいな、ギャグが滑ってばっかりだとか、うんね、だからあれはおっしゃるように時効警察は深夜でやったからこそ、うん、まあ小ネタのギャグがなかなか楽しめて、そうだからこれも単館拡大ぐらいの150スクリーンぐらいを目指す映画でやれば、うん、好きもんしか見に来ないからこんな炎上することはなかったと思うんだよね、うん、じゃあなぜ、うん、この大怪獣の後始末をね、うん、この規模感でやろうとしたんでしょうか。いやだから面白いと思ったんでしょうね。僕が私出そうやった時にこれはウケると思ったのと多分同じことをやっちゃいけない、やっぱり送る手側の気持ちとしてはすごいよくわかるのは、時効警察っていうね、ワード、時効と警察ってどういうことっていうすごいキャッチーじゃないですか。それキャッチーと思うか、そうそうそう、アンチテーゼと思うか、俺はやっぱキャッチーと思ったんですね。いやそれは多分だからあのそういうあの何ていうの、規模の人なの、そうそうそう、でね、大怪獣の後始末も、うん、なるほど、じゃあ怪獣どうやってやるのかっていうアイディアなんですって、あちょっと面白いね。いやってか僕もね、面白いと思うよ、ね、面白いと思うよ、うん、絶対、うん、だけどこれをさ、例えば山田涼介君とか、うん、土屋太鳳ちゃんとかね、まあ、オールスターだと思うね、こういう規模でね、うん、いや360スクリーン以上でもそれはね、やっぱ面白がりすぎちゃったよねっていう気がするの、うん、でも、うん、多分企画は面白いから、うん、もうみんなノリがどんどん良くなっちゃって、多分うちわ向けしてるのがどんどんこの規模が広がってって、それで多分松竹東映両方取っちゃったんだと思うんだよね。そうそうそう、でどうもパンフレットを拝見する限り、うん、あの監督がね、うん、2008年ぐらいにアイディアがあって、うんうん、東映のプロデューサーにこういうのを次はやりたいんだって、まあ、やっぱりその怪獣世代だったらしくて、監督がね、三木監督が、まあ、同い年なんですよ、うん、我々と、うん、でそしたらプロデューサー、あ、それ面白いじゃないですかって言って、それが時効警察の三木聡なのに、うん、企画だけ見ちゃったら、うん、あ、これ面白い、それこそシンゴジラに勝てるかもみたいな、そこまで言わないとシンゴジラに対抗できるかもみたいなことまで言い出す人も現れちゃったような気がするんですよね。アンチテーゼなので、そう、だそこが問題なんだよね。だから本来作品が持ってるポテンシャルを、うん、企画だけ聞いてこんなポテンシャルに感じた、業界内にいるとこれを面白いと感じちゃうのよ、うん、いや我々も絶対に、ねね、もし僕がプロデューサーでこれ持ってこられたら、これは面白そうだなって思うと思うの、うん、だけど思うけど、じゃあ360スクリーンでやるのって僕は旗と思うと思うんだよね、うん、それはねえな。でだけど進んじゃってるだけだと、これを360でやるっていうね、あの T プロデューサーが、うん、ね、まあ、入社5年目で、あのこれ一大企画ですって言って、じゃあ東映の役員、松竹の役員にやっぱりこれは300は無理だと思いますと言えないと思うんだよね。なかなか言えないでしょうね。いやだけどそれはさ、企画開発するときに肝に銘じなきゃいけないポイントだったように思うんだけど、そこが無警戒だったんじゃないかなと僕は思うんだよね。だからあの元々ね、これ三木さんのアイディアだから、うん、例えば庵野秀明さんとかじゃなくにしてもね、樋口さんとかでやりましょうかともできないじゃないですか。できない、監督自らのアイディアだから、うんうん、だから俺はそれはできないのは分かってて、ひょっとしたらね、そういうちょっとまた違う作り手でもっとコメディからかなり
リアルな方に寄せて作ったら違ったかもしれないなとは、うん、そうするとアンチテーゼじゃなくなるからね、うん、あのモチーフはアンチテーゼなんだけど、うん、この映画ってその描き作り上がりまで全てアンチテーゼになってんのよ。 そこがやっぱり問題なんだと思うんだよ ね、 いや問題っていうかそれを大きな規模でやったことが問題だと思 うですよ、ね、映画は問題じゃないと思うんだよね、うん、だからその一般の人が怒っちゃったんだよこのアンチテーゼに対して、うん、それはだから竹内さん冒頭おっしゃった、うん、時効警察深夜ドラマ枠だったのに、うん、なぜかゴールデンタイムでゴールデンの9時でやっちゃって、うん、視聴者が激怒りっていう、まあ激怒りっていうかこんなもん見るわけないじゃんって言っちゃったもん、うん、ダダ滑りじゃんつまんねえじゃん。だいたい何親父ジョークとか全然面白くないジョークばっかりしかもネタ美味しい、こんなの作ってる人たちが面白がってるだけじゃないって言ったのの、うそうだよね、もう今だから多分これをけなしてる人たちってほぼ多分そういう言い方なんだろうと思うんだよね。そうですね。あと私がねさっき言った、うん、あの真剣にこっち側のね、うん、もうちょっとリアルに近いことを期待した人も結構いらっしゃったんじゃないかなと思うんですよ。いや、いるでしょうね。だ怪獣映画ファンとか特撮ファンで、うん、うわこれは今年期待だからそれこそシンゴジラみたいに、うん、いちいちそのリアルにやるだからシンゴジラみたいな映画を想像しちゃった人は違うでしょこれはもともとだけどそれでねそういう人がもう初日に行ってね、うん、あっって思ったらなんだこれってなっちゃってもうその思いのだけが SNS で反乱しちゃったんだと思うんですよね。僕は相当面白く見たけどね、うん、これは面白かったですか、うん、面白かった。どの辺が？いや全てもうだから いちいち面白かった。でもほらギャグ滑ってるっていう意見も多いじゃん。でもあれは滑るためにギャグだからそれを言っちゃえおしまいなんだよね、うん、結構ね、うん、わざと滑らしてるからな。だからそこなのよ。いやだからそれがすごくこう演劇的な、しかもその下北沢的なね、うん、ああいう軽演劇、軽演劇は違うな浅草だから、うん、小劇場、うん、小劇場演劇なんだよ基本的にこれ、うん、だから宝塚とかその歌舞伎とか、うん、その帝劇とかに見に行った人が下北沢でのしかも鈴なりのちっちゃな方でやってる、うん、その小劇場的なちょっとブラックな、うん、コミカルな、うん、でもそのすごく今の問題を取り上げてるような、うん、あれを定劇見に行ったらいきなり見せられて、うん、お弁当食べてこれはないでしょうっつって怒っちゃったんだと思うんだよね、うんうん、だけどその現場の方々はね、うん、やっぱり相当予算もかかってるから、うん、お金かけてすごくいいものを作りたいと思ってる、うん、その作ったつもりでいらっしゃるのに、愕然としちゃってる方もいらっしゃるわけですよ。だからそれはプロデューサーたちのミスだね、うん、完全にと僕は今回思う。やっぱり無警戒すぎだよね、うん、やっぱりアンチテーゼをやるときは気をつけないと、うん、あ僕もそういうことがあったから言ってるんだけど ね、 自分の心配のことにね、もう何度もそういうことがやっぱりね我々こっち側にいるじゃない、うん、すごい面白がっちゃうのよこういうの、そのアンチテーゼ的なね、やりたくなっちゃうよね。やりたくなるし、それも、うん、あの一般の人が面白いと思わないのに僕らだけ面白いと思っちゃうことが、うんうんうん、しかもこれは世の中に面白いと思ってもらえるっていう誤解をしてしまう。そう幻想を抱くよね。幻想じゃないのよ、思っちゃうんだから。誤解か、じゃあ誤解なのよ。だからもう全然ね、世の中ではきっと面白くないことを僕らは面白いと思っちゃうんだよね。そうですね、ちょっとだからね、痛々しいね、ちょっとね、うん、だからね、この、あのみんながね、いやしかも YouTube も何本か見たんだけど、ちょっと見てられないのよどれも、僕は酷評の嵐だよね。いや酷評っていうかその言い方の、うん、その人の見方なのよ、うん、なのにそれを一般的ななんか根拠として挙げつらっていて、いやいやいやそれは違うよって僕は思うわけだけど、うん、それは見た人の自由で、あなたの言ってることは正しいけど、うん、だからと一般の人にこれをその正式な根拠というのはやめてほしいなと思うんだけどさ、はいはい、だからまあ炎上したってことは結構ご覧、うん、今日ね白間さんご覧いただいてる方もよくご存知な方も多いし、うん、で炎上騒動があって見に行った人も多くて、うん、で最近はいや思ったより面白かったっていうコメントもちょっと徐々には出始めてる、ね、なんか令和のデビルマンとか言われていて、まあ、それがパワーワードだよね。いやデビルマン、ね、僕も見てないんだけど、うん、デビルマン、うん、だけどデビルマンと比べるっていうのも、うん、違うと思うのよ、うん、その本来はね、うん、地平が全然違う映画じゃない、うんうん、それをだから一緒にしてあげつらうのは単に、うん、そのひどいっていうワードだけで、うん、なんか令和のデビルマンだからパワーワードですよ、まさしく。だからそれはさ、うん、ちょっと言い方が違うんじゃないかと思うんだよね、うんうん、だから逆にねその
炎上が 100% マイナスでもない部分もひょっとしたらあるかなとは思うんですよ。もちろんね、まあ、炎上するのはすごくね、うん、心苦しいと思ってる人もたくさんいるし、うん、まあ、作り手としては残念だと思いますけど、うん、結果あの興行収入なんですけど、うん、先に、うん、初登場、まあ、第3位で、うん、アベレージも33万2000円ですから、うん、まあ、1億7000万円だから、うん、まあ、あのスタートとしてはね、うん、すごく良くはないけど、うん、大こけでもう誰も劇場にいないっていう状況ではないから、まあ、この後の推移にもよるけど、うん、まあ、10億狙いの7、8億着地って感じかな、はい、うん、ただこれ制作費相当、いやだから相当それだとやばいんじゃないかなと思って言ってんだけどね、うんうん、10億ぐらいかかってそうに見えますよね、うん、多分だから狙いは25億ぐらいで、うん、まあ最低15億着地で、あわよくば4、50いかないかなみたいな、そういうのもちょっとつけてる。いや、それはないと思うんだよ、ね、それはさすがに、もしこれで4、50狙おうっていう人がいたら、うん、それはあんたもう 根底から間違ってますよって言いたい。ブッキングも500とか600とかいっちゃいますもんね。もういや、そうとも言えないんじゃない。そうか、今回一応松竹東映の邦画番宣的プログラムピクチャー、デジタル時代のプログラムピクチャーだから、本来は250から350の間だと思うんだよね。で、先週の宿題、お宿題、はい、うん、これ松竹さんと東映さんの共同配給なんですけど、はいはい、これはあの東映さんが劇場営業をなさって、うん、松竹さんが宣伝をされて、あのクレジット見た時にそうは思ったんだけど、はいはい、どういうその経過で2社になったのかしら。じゃあ多分、うん、そこ宿題だったよね。いや違う、いやそこ宿題だよ。宿題は配給の役割、またここにもう一回何先週のリフレインが出るんだろうけどさまあこれはあの注目すべきは松竹東映の共同配給っていうのがね、なるほど、あの非常に、はい、なんだっけこれ業界の裏側話しますだっけ、はい、という お題目から言うとですね、はい、まあ、なんかここに注目点があるんじゃないかと。で、制作は東京東映撮影所なんですよね。東映東京撮影所、うん、で多分だから興行も宣伝とあの営業を分けたんだと思うんですけど、はい、どっちがどっちやったのかなと思ってね、はい、その辺もきっと佐古さんが調べてくると思いますなんか宿題になってるな。松竹東映が共同配給に至った理由とか、はい、きっと担当上げとかね、はい、きっとそういうのを調べてきてくれると思うので、うん、まあこれは来週楽しみですよね。いやいや、それでね、そんな、そうだっけ、うん、そうだったと思います。違うよね。それで、うん、パンフレットを拝見する限り、うん、さっきも言及したように、うん、最初に監督が東映のプロデューサーに、まあ、持ちかけて、東映初だったんだよね。そう、うん、でもこれクレジットはね、うん、松竹さんが東映さんなんですよ、うんうん、ということは、うん、松竹さんと東映さんは同じ出資比率か、うん、ひょっとすると松竹さんの方が比率が高いかもしれない、うん、まあ、一概にそうとも言えないけど、うん、ね、でも東映さんはあのどっちかっていうと結構大きい作品の時は、うん、いろんな会社さんに持ちかけられてやるケースがまあまあまああるので、うん、まあまああるので、うん、まあ私はちょっとそう感じで松竹さんの方が結構入ってらっしゃるんですよ、ね、まあ、なんかわかんないよね。松竹東映東映アニメーション JR 東日本企画 J ストーム松竹プロだからさ、今のねそこまで行ったところで松竹と東映東映アニメと同学かもわかんないし、まあそうですね、うん、だから松竹と東映さんはちょっと松竹さんの方が上なのかな。でもそれはうちは東映アニメも入れるから、はいはい、そうそこで同額っていう可能性もあるじゃん。だから松竹さんの名前先でもいいですよっていう言い方もあるよね。ただこれ、うん、あのキャスト表とかを拝見する限り、うん、撮影所も東映東京だし、うん、東映東京撮影所だし、うん、東映アニメーションさんが制作統括があれだもんね、うん、制作所長の記事屋さんだった。そうだから、うん、制作の主体は東映さんだと思うんですよね。そうだよ、明らかにそう、うん、はい、うん、なのであの特撮は、まあ、仮面ライダーとかね、うんうん、あの散々おやりになってるんで、うん、私はあのとにかくねあのバイクあの山田くんが乗ってたね、うんうん、特務隊のバイクがめちゃくちゃかっこよくて、うん、あそこでグッと掴まれたんで、あの俺タオちゃんが長いコートで着て運転したのがすごいなと思って、あれよく巻き込まねえなと思ってさ、うん、だから俺はあのタイトが乗るバイクにグッと使われたんで、うん、もうちょっと帯分けでしょ。あ、帯なたでした。帯なた、帯なたでした。帯なたが乗るタイトってなんだと思っちゃった。帯なたの、うん、のバイクシーンにグッと来たんで、うん、もうちょっとこのリアル
方面力入れて、いや無理だよ、だってもともとミキサトシさんだから、分かってんすよ、分かってんすよ、だから、まあ、だからこれさある程度さ、ね、それなりに映画がかかってる人が見る人はもうみんなさそういうつもりで見に行ってるんだけど、うん、やっぱりその一般的に今週の土曜日何見ようかしらっていうふうに思ってる、あ山田涼介君の新作があるじゃんみたいな人たちは多分そういうふうな考え方をしないで見に行くから、やっぱりその違う期待をしてしまうよね。でもその違う期待をしてしまう元は何があるかっていうと360スクリーンの拡大公開なんだと思うんだよね。だから本当はちょっとこっちのベクトルでやればよかったのにドーンとこっちに行っちゃったんですよ、ね、うん、だからやっぱりそのアンチテーゼ的なモチーフをアンチテーゼ的に作り上がるときはね、やっぱ気をつけなきゃいけないよなって思うよね。多くの観客の期待値と作り上がったものが、いやだからみんなが見たかったものを、期待値というよりは期待したもの、期待した値じゃなくて、このジャンルワールド世界観空気感、だからその期待した世界観と、作り上がったその映画としての創作物がもう期待してたもんと違うから、だから僕がね、あのほら去年さ、その大泉洋目当てに見に行った騙し絵の牙が、大泉洋のキャラクターがグダグダで、まあ映画としては別に文句ないんだけど、あまりにもその大泉洋のキャラクターがいい加減すぎて、期待してたのはもっとその大泉洋が演じるあのキャラクターが活躍する映画を見たかったのに、何これっていうのがあったから僕はひどい言い方をしたじゃない、それとだから同じなんじゃないかなと思うんだよね。みんなが期待した見たかった 見られるだろうと思ってたものが全く違うやり方で作り上げられていた制作物だったんで、期待してたものと、まあ、ほぼ180度違ったと言ってもいいぐらいだと思うんだけど、これはねえだろ、ひどすぎじゃんっていうことにこうなってったと思うんだよね。それが世の中炎上のあれで、僕は非常に面白く見たよね。私まあやっぱりね、途中まではやっぱりこう自己警察のギャグの方が、まあ、なんとなくすんなり入るんですけど、このギャグはねちょっとやっぱ滑ってんなってすごい途中まで思ってて、だけど、特撮はね、あのバイクはかっこいいし、あすごいお金かかって頑張ってんなと思いながら、まあ、いろんな複雑な思いで見てて、で最後の最後に、まあ、大ネタバレですけど、まあ、宇宙に持っていくじゃないですか、ね、であそこで、あ俺は怪獣映画を見てたんだなとはっとと気づくんですよね、個人的には、うん、要するにさ、そのね、大怪獣の後始末っていうところで、今までその約束事として描かれていた、怪獣を倒すまでを描いたね、映画やテレビドラマを我々は見てたわけじゃん、暗黙の了解のうちにそういう世界なんだと思って見てたよね、でもここにはだからゴジラもいればウルトラマンがいてもいい世界なわけだよね、だからそのゴジラが出てきたんならウルトラマンが出てきてもいいわけよ。そうそう、でもなんかさ、みんなウルトラマンが出てきたことに対して文句言ってる人も多いよ。それおかしくないって思うわけ。そうそう、でもそれはなぜかっていうと、アンチテーゼを描いてるっていう概念が、そういう、それに文句言ってる人たちにはないからなんだと思うんだよね。だからこの始末の方にね、すごく気持ちがいっちゃってるから、なんでこうなってるかっていうのは途中忘れちゃうんだよね。いやっていうか最初から、期待してたものが間違って映画化されてるって思ってるじゃない、だけどみんなの興味の焦点、今もさこちゃん言ったように大怪獣の後始末を見たかったわけよ、ところが最後ね、ウルトラマンが持ってって終わりっていう、その大怪獣の後始末っていうのが究極結局ウルトラマンかよっていうのが、もうすごい透かされた感じになって、じゃあ今まで見てきたあれは何だったのっていうのがみんなのお怒りのポイントで、ウルトラマン出して終わりっていう、それが怒りの元なんだと思うんだよ、一つはね。でもさ、これ要するにウルトラマンが倒した怪獣なんですよ。そうそうそう、ゴジラのように見えて、だから俺はあのシーンでもうはたと気づく、あそういうものを見てたって、あそうだよね。だから最初からそれしかない、西田敏行演じる首相が、光のありが来てとか言ってるでしょ。それは何かってウルトラマンが倒したわけよ。だから浜田岳とかもね、途中でこうセリフで端々にそういうこと言ってますから、言ってる、そうなんだよね。そう、最初からこれはウルトラマンが倒した怪獣なのよ。だけどそれを伏せてるわけね、それでなんか持って回ったようにデウス・エクス・マキナとかって言ってるわけよ。でもデウス・エクス・マキナはもう最初からウルトラマンなのよ、この映画におけるデウス・エクス・マキナは。それを最初から西田敏行はその神風ならぬ神光とかわけのわかんないこと言ってるけど、神光の実態は実はウルトラマンで、この大怪獣を倒したのもウルトラマンだっけ、
あの、うん、輝く光がやってきて倒してっていうことになってるからね。だから結局その輝く光が最後は怪獣持ってって終わりなわけです。ちなみに T さんはどうご覧になりましたか？さっきこれやっぱりレビューがすごい上がってたんでたくさん見て今日この収録に臨んででももうやっぱりすごいうなずきました。今日のお二人の話でやっぱり公開規模がどれだけその作品のカラーにマッチしてないとつなあの興行につながないんだなってのすごいふむふむとなんか今聞いてたんですけど、うん、そうですね。これ友人と一緒に見に行ったんですけどやっぱりその友達も予告だけ見ててあの会場を切り刻んだりして後始末していくのかなって思って見たからちょっとあれだったけどでも面白かったとは言ってたし、まあ、うちも面白くは見たんですけど、そうですね、うん、これ第一陣のさそのうるさい人たちがね文句言ったじゃない、うん、だからみんなそれでハードル相当下げて見に行ってるから、ね、その後の人たちえそんなにひどいって思ってるんじゃないかと思うんだけどね、うん、いやだって別に普通に面白い映画だよね。ただ女の子たちの中にあの下品なジョークがやっぱり全くダメで、なんかあの下品なジョーク言うのはもう犯罪に近いんだよね、うん、あのネット上の反応を見てると、まあ、セクハラの一種みたいなね、まあ、でも我々世代はさ腐った昭和世代だから、うん、まあ全然別に仮に僕が女の子でも全然許容力はあるんだけどね、あのだけどまあそこに怒られても三木聡だしねと思っちゃうんで、だからそこはさここまで公開規模を上げてここまでオールスターにして企画しちゃったプロデューサー陣のやっぱり無警戒がなせる技なんじゃないかなという気がするんだよな。じゃ あ, あのキャストなんですけど、はいはい、私はねやっぱ山田涼介君がやっぱひたすらかっこいいなと思って、いいいで彼だけそのギャグに絡んでないじゃないですか。そうだっけ、ほぼだから余計こう際立ってこう存在感があったし、うん、あの燃えよ剣で沖田総司やったじゃないですか、はいはいはい、だからね沖田総司の山田君よりも今回の方が全然かっこよかったと思いました。あ、まあね、うん、やっぱねなんかね逆に言うと山田君は酒焼きには似合わないのかもしれないなと。いやそんなことない、あれは役だから ね、でも今回のしかもあの時ね、相当痩せてんだよ。あそうか、うん、病弱の演技を出すためにね、なんだっけ1日アーモンド5粒だったかな、なんとか忘れたけど、でも今回はすごい凛々しい感じで、うんうん、やっぱ大港新太っていうね、うんうん、こう存在感がすごく、まあ、あとね他にも土屋太鳳さんとか濱田岳さんとかまあそうそうたるメンバーで、うん、で小田切丈さんはね自己警察の主役だから、うん、まあ、1個思ったのはね、はい、これ多分三木聡監督は、うん、まあ、企画はその2008年からなんだろうけど、うんうん、脚本書いてる時にコロナ禍で、うん、その今の前の政府に怒りを感じたんじゃないかと思うわけ、はいはい、その怒りがこのグダグダなあの内閣の人たちのにコロナの怒りが向かってるような気がしたんで、まあ、それはあるでしょうね。でそれとそのシンゴジラを多分見て、いや俺だったらこうはしねえなって思った部分がいっぱいあってね、うん、そのシンゴジラに対する彼のなんか存念みたいなものと、うん、その新型コロナ禍におけるグダグダだった日本政府へのその怒りがなんかよりそのみんながあの、うん、不満やる方ない冗談につながったんじゃないかという気がちょっとするんだけどね、まあ、だからそのまあ内閣のね、うん、その閣僚の人たちも少ないんじゃないですか、うん、この中では。どういう意味、どういう意味、何も、もっと20人ぐらいいても本来はいいわけじゃないですか。うん、でもあの会議がさ、うん、どういう会議なのかもはっきり言わないじゃない、うん、まあね、だから補佐官とかもいないしね、いないしね、うん、まあ、たまに出てくるけどね、うんうん、でもほらシンゴジラはそういうのも見せつつやるから、うんうんうん、こうよりリアリティのある方に引っ張っていってるんですけど、うんうん、これはこの大怪獣の後始末はそこはちょっと下北沢演劇だからね、切り捨てちゃったんですからね、うん、逆にツッコミどころはどの辺ですか。いやツッコミどころは別になかったけどね、まあ、そういう世界観を了承してるから、僕はもう契約しちゃったから、うん、最初の30分で、うん、もうあのだからデウスエクスマキナ出てきた時にそういうことかと思ったから、うん、もう全然別、もう最初にだから何て言うの、首相を演じてる西田敏行さんが前半でもう言い訳を散々言ってるんだよね、うん、この映画に対する、うん、だからもうその言い訳を受け入れたから、うん、なんか割とそのディテールを楽しみながら
割と最後もあこうなるんだろうなと思って見てたから、うん、すごく面白く見たけどね、うん、じゃ あの浜田岳さん土屋太鳳ちゃんと山田君との、うんうんまあ、三角関係であり、うん、ちょっと途中からダブル不倫かよみたいな感じもあるじゃないですか、うんうんうん、あれもいらないっていう人も結構いるんですけど、うん、まあいらないっちゃいらないよね、うん、だからそれは多分彼らが望んでるのは、うん、そういう死を抹殺な恋愛映画を見に来たわけじゃないから、うん、そういうのを描かないでその真面目な後始末を見せてくれっていうそういう期待感が違うからだよね、うん、でも三木聡が描きたいのはあのグダグダしてる全てのその人間関係、うん、それやっぱり結局こういうなんていうの大怪獣を倒す人たちも別にヒーローでも何でもなくて、うん、ダブルフィンとかしてるその市井の人々なんだよしかもグダグダの、うん、っていうのを描きたいわけだからその何やってるベクトルと、うん、求めてるこっちの観客が求めてるベクトルが全く違うのよね、うん、じゃあ、うん、とはいえ、うん、じゃあ最初からね、うん、ある意味もうコメディ要素もっと出して、うんまあ、変な話飛んで埼玉みたいな感じにしちゃっても、うん、なかなかやっぱ難しい、うん、いやそれだったらだから宣伝の仕方なんじゃないかと、ね、いやパッケージの問題だと思うんだよね、うん、みんながやっぱりその大怪獣の後始末っていうタイトルと、うん、あの予告編見た時に抱いた期待感が多分その裏切られたっていう思いに変わってると思うのでパッケージングを変えて超ド級のコメディとかも最初に自分で言っちゃうとか今まで見たことない何まあ例えばアンチテーゼも自分で言っちゃうとか分かんないけどそのパッケージングを変えれば全然ありえたと思うんだよね。つまりさ世の中の人たちが見たいと思う気持ちを違うそのパッケージングで見せてあげれば全然ありえたと思う。なるほど、うん、ただ難しいのはね、うん、結局その方がお客さんが来るのか、うん、いや来ないでしょでしょいやだからもともとこれは、ね、アンチテーゼなんで、うん、360スクリーンやっちゃいけないのよ、うんね、それを360スクリーンでやろうとしたから、うん、ああいう予告編とこういうパッケージングになったわけじゃん、うん、だから見に行った人たちが裏切られたと思うわけでこれ堂々巡りなわけよ、うん結局じゃあどこに突き詰めてそれが答えがあるかっていうとこのアンチテーゼをこうやってアンチテーゼとして作り上げた映画をね360スクリーンでやっちゃいけなかったんじゃないのっていう結論に至っちゃうわけ、うん、そうですね、うん、ただ いずれもそれも仮説でしかないじゃないですかもちろん結局ねもちろん結局それを両方同時に検証することはできないいやでもこんだけ世の中の人たちが裏切られたって言ってんだから仮説じゃないんじゃない根拠はあると思う、なるほど、うんそれは別に興行収入のこと言ってんじゃないから、うん、評判の話だからそうそうそう、うん、ただあのビジネスサイドだけ考えちゃうと、うんまあ、ひょっとしたらこれが最もその売り上げを上げるためにはね良かったかもしれないなでも売り上げは上がったけど原価も上がってるから、ね、そうそうだから、うん、もちろんだからその売り上げが上がるのとビジネスとしていいかっていうのはそうそう成功するのはまた別ですか、ね、別いや成功はしたと思うのよ、うんだけど収益が上がるかどうか収益だから成功の収益なのかそれとも評判なのかで言うと評判的にはこのサイズでやったから、うん、世の中がもうドーッとこう来てさ、ね、もう今やなんか大怪獣の後始末の後始末はどうなんだみたいなそういうことになってるわけじゃないこれはだから大成功だよねその作品の性能を上げるためにはそうそうそうだけどじゃあビジネスで言うとその原価と、うん収益を考えた時にはどうなのかって話だよねまあ大体これどのぐらいかかってんのかねまあ、制作原価がわからないので、うん、でもなんか10億ぐらいかかってそうには見えますよねいやそれはないと思うけどね、まあ、でも5億ってこともないでしょ5億はあるんじゃないの5、6億いやいや5億ぐらいなんじゃないの、まあ、5億ぐらいか、うん、僕は総原価で5億だ総原価っていうのはその直接制作費と宣伝費まで含めて5億ぐらいなんじゃないかなと思うんだけどなそっかうんまあ、もしくは6億7億ってこともあるけどそれもだからもしかしたら予算オーバーなんじゃないかな最初は5億だったんじゃないのかななんかあの土井さんのね、うん、メンションでは一番最初にプレゼンされたみたいでそれはもうだってこれしかないもん相当力が入ってる東映にはもうだってライブアクションこれしかないもん今年うん今年っていうか一番近いところでは要するにその映像もあってそのいろんな宣材とかもあるのは多分これしかなかったと思うんであとはだってアニメしかないでしょ東映は、うん、まあなのでちょっとね原価がわからないので最初えそれでもあんた調べてくんじゃなかったの原価を教えてもらえませんよどんなに親しくてもそうかな、うん、そんな厳格なもんそうですうん
またなんか楽しそうですねオレンジメルトっていうか大怪獣の後始末自体が楽しいね楽しいね、うん、現象自体がねやっぱり映画が話題になるのはね、うん、なんかこうみんなでネットで石本を追ってさしかもみんなが同じ言葉使うの気持ち悪いよね、うん、なんか令和のデビルマンとかさ、うん、もうなんか気持ち悪くてしかもその結構4本ぐらい YouTuber の人が喋ってるの見たんだけど、うん、なんか気持ち悪いんだよね見てると、うん、なんか気持ち悪いんだよこれけなしてる人たちのその YouTube 見るのがさ、うん、気持ち悪かったですわかります、うん、そこにも違和感はちょっとありますよねなんかちょっとなんかこうだから今の風潮じゃないですか、うん、なんか一つのことが起きて一方向って決まったらそっちに大多数が行ってしまう、ね、えでもその後にも揺り返しがあるんでしょ、うん、あるあるあるだからいいじゃないそれは言い過ぎだろうっていうのがまた来たりする、ね、言い過ぎでもなんかもうなんかその最初の3日間のあれはなんか見てて気持ち悪かったなそうですねものすごい気持ちしかも自分で見たらえその何がひどいんだろうだからそのね、うん、その映画の作りのひどさっていうのはそんなに感じない映画もっとひどい映画はだって世の中にあまたあるじゃないですかでもさその映画のなんていうのかな魅力はさその決してそのひどさとイコールにはならないと思うんだよねだからなんかみんなその根拠とか言ってんだけどさ例えば YouTuber の人がそれ根拠じゃなくてあんたの味方だよねって思うんだよね、うん、絶対的なものではないですからねいやいやだからさ絶対的じゃないものに根拠っていう言葉を使うのは俺はちょっとどうなのかなと思うんだよね、はいうん、ということで映画もね人それぞれ見方が違いますからね、はいうん、いやそれはもちろん大前提なんだけどなんでこんなに世の中がその同じ言葉でけなすのかが嫌なのよいやけなすんならけなすでいいのよで見てきて、はいみんなけなせばいいわけよでもなんかその誰かが言い出すとその言葉を使い出すじゃない、うん、それが僕はものすごい気持ち悪いよね、うんうん、オリジナルの視点を持てといやそうじゃなくて自分の言葉にしてほしいよね、うん、いやだからまあ散々宣伝でねその言葉を使わせようとしてたやつが言うのかっていうのはねすごいあるんだけどね認めます、うん、僕は矛盾してます、うん、矛盾の塊です、うん、はいまあでもね、うん、話題になってるのは間違いないのでいや僕は面白く見たあのまあこのね我々の話を聞いた方もまあぜひご自分の目でねっていうかもう本当にいやだからみあのなんつうの世の中の大あなんていうのあの大悪口を真っ向に受けて見るのをやめた人は多分いっぱいいると思うだから映画見ないからこの2人がどう喋るのかだけ見たいと思って見てる人多分ここまで見てもご覧になってない人いると思うんだけどいや面白いよ意外とこれあと本当にだやっぱりデビルマンね、うん、見ときたかったなって思うんですよねいや俺はないなそれはそうですか、うん、俺はその分からないんですよねどの想像はつくけどでも別にデビルマンと比べてるのは単にひどいからっていうだけでしょ、うん、そうなんですけどあのやっぱりエポックな作品の一つじゃないですかまあ、エポックって言うと、まあ、事件っていうかねいろんな人がいろいろ言及してて、でもあんなのいっぱいあったよ世の中に、うん、1年に1本はああいうひどいと言われてる作品いっぱいあったからね、うん、でもあのすごく怒ってる例えば北京原人とかさそうそうそう、うん、だからすごく怒ってらっしゃる方がデビューマンも多かったんでちょっと比べてみたい、まあ、あれやっぱり長い方の原作を愛してる人が多かったから、うん、だからそういう意味でもこれとそれは違うのよただ、ね、一緒なのは期待しているだから僕がね特にこれあの僕らっていうとまた問題があるから、うん、僕が去年そのねひどく言った作品の一本がさっき言ったなんだっけあれ、うん、騙し絵の牙と、はいはい、からもう一本なんだっけ、あキューブ、うん、これはだからこの2本に対して悪口じゃない批判したのは、うん、あの僕が見たかったものを見させてもらえなかったからなんで僕もだからこの大怪獣の後始末で期待してたそのものと違って悪口じゃない批判をしてる人たちに対してはあの同じだと思う僕もその人たちも、うん、でやっぱりその期待してたものがやっぱ違う時のなんかこう違うよねっていうのはまあしょうがないよねと思うわけよ、うん、でもそれがなんかその令和のデビルマンとかっていうのはまたちょっと違うんじゃないかなってことを言いたかったのよ、うんうん、ということでまあでもやっぱりご自分の面でね、うん見ていや全然でも見てさみんなあの映画ファンは自分でお金払って映画館行って見たら別に悪口言うのはいいと思うんだよ悪口言ったり批判をしたりするのはいいと思うのね
まあしかも自分の言葉見つかんないとどうしても人の言葉使っちゃったりするしね、まあそれも仕方がないと思うんだけど、なんかでも一色になって同じ言葉が出てくるのはちょっとやっぱ僕は気持ち悪いなとすごく思いました。うん、ね、個人的な感想としては、はい、うん、はい、ということで本日は、大怪獣の後始末について語ってまいりました。よろしければ、コメント等をいただけるとね、この作品に関しては、ありがたいです。どうもありがとうございました。